はい、こんばんは、親父です。親父の晩御飯の時間です。今日はね、こちらなんだっけ、鮭のり弁当。今日はね、結構残業やってきて、で半額コーナーでね、いっぱい買ってきましたんで、このね、鮭のり弁当、あとは焼き鳥唐揚げ、あとこれはインゲンのね、昨日のちょっと炒めたやつの残りですね。あとはね、柚子香るうま塩キャベツ、もじおかな、アンドキャベツ使用。あー、もう柚子の香りがいい香りです。で、お弁当、スーパーのお弁当はね、割とご飯少なめなんで、焼きたらこのおにぎり半額1個買ってあります。それではいただきます。今日はね、3月21日、3月21日、祭日でした。秋分の日かな。春分の日うん。かな。まあ、お仕事だったんで、普通にちょっとお仕事してきました。何から行く？ちょっと唐揚げ。この唐揚げ最近好き。なんだかな、たまり醤油の、うん、あ、そうそう、野菜ジュース、うん、何食う、カレー、ちくわがね、一本ではないんですけど、うん、玉ねぎ入ってそうな。卵焼き、もう一個の鮭弁あったんですけど、それの方がのりじゃない、鮭が大きかったかな。うん、美味しい。でも油乗ってて、ここね、魚はね、以前から言ってますけど、骨があるんで、時間かかるし汚い。うん、鮭美味しかったです。柚子香るうま塩キャベツ、うん、これは美味しい。あっさり、塩分もそんな強くない。うん。
うん、でもそこそこ塩分あるね、やっぱり。食べ過ぎ厳禁。チョコットパスタ失礼しました。甘い、甘めのパスタで唐揚げ入ってた。同じかな。うん、この唐揚げとは違うやつだ。いくつか唐揚げ売ってるんで、うん、おいしい。うん、シューマイ。うん、からしつけてよかった。わ、シューマイもおいしい。このご飯にね、ちょうど鮭の脂が乗ってて、働きすぎて足が痛い。一人はね、あ、よかった、これもネギマだ。ネギマ2本のもも3本。これ焼き鳥も美味しいんだよな。うん、半額で200円。結構20、1本40円。うん、今日は久しぶりに半額の結構買った。あとね、なんだっけ、初めて買ったあんかけ焼きそばと、あとマグロのぶつ切り、ビンチョウの。どうしようかな、漬けにしといて漬け丼にしようかな。このインゲンのキュッキュッっていうのがダメな人はダメかな。あとグラタンコロッケパン買った、いつもの。
白身フライ。おいしい。やっぱり。マヨおいしい。私、玉ねぎがダメなんで、タルタルをね、自分で作らないと食べれないんで、ほんと、こういうアジフライとかもそうなんですけど、マヨ、おいしい。これは一気に食べちゃダメだね。言っても塩分が結構入ってると思うから。おいしい。半額で99円かな。柚子。おう、苦っ、いや、春だね。もう桜も開花して花見が楽しみ。もう河津桜をこの間見てきてね。おにぎりは半額、大きいシリーズもあったんですけど、違う、具が多いシリーズ、半額で74円だったんで、こっちにしました。おにぎりには唐揚げと卵焼きがほんと合う。卵焼きないけど。おいしい。マヨ。この唐揚げ美味しい、ほんと。リニューアルしたやつ。はい、ということでね、ごちそうさまでした。今日はね、スーパーのお弁当と、のり、鮭のり弁当と、焼き鳥唐揚げ、なんだっけ、ゆず塩のうま塩キャベツ、じゃあ、ゆずの、ゆずこしょう、違う、ゆず香るうま塩キャベツ食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。親父の食卓へ足を運んでいただいてありがとうございました。それではまた、ごきげんよう。バイバイ。